皆さんこんこにちは、島です今回の動画ではですね D750 の方についてお話ししていこうかなと思います。 思いますなんで今更 D750 やねんってこの前 D780 発売されたやないかって思っているあなたにですねぜひあの朗報なんですけども D750 がですね今本当にお買い得になってるんですねこんなにですねロングセラーであの人気のあるモデルが今だったらね本当10万円から15万円前後で購入できるんですよねでフルサイズの一眼レフカメラにえチャレンジしてみたいって方にですね本当におすすめのモデルになるので5年間このね D750 と一緒に活動してきた私が ですねこの子のです、ねまあ、特徴であったり逆にですねこの子じゃなくて D780 の方にやっぱ魅力を感じる方はです、ね、この D780 についての特徴といったところもお話ししていこうかなと思いますで D750 のこっちね、えー、購入検討されてる方意外と多いっていう風に伺っております D780 が出てですね22万かー今そうかーで発売時期なんて当初の発年なんて27万だったんで一眼レフで今の時代で27万って結構パンチあったんでね22万に下がったとしても結構悩ま れてててる方がいらっっしゃっててそれやったらもうねアルファ7ー,ーのソニーのね乗り換えてまあレンズね安いのにね23本揃えた方がいいんちゃうかっていうふうにね言う方もい,いらっしゃるのでぜひそういう方にはですねこの D750 から、えー、10万円ちょっとでね、えー、一眼レフっていったもののねフルサイズっていった世界を楽しんでもらえたらなと思いますで今回この D750 購入を検討されている方への情報としてですねいろいろねスペック型っていうことどうしてもやっぱ5年前のモデルなのでまあ不利なところはあるので実際こういった写真が 撮れますよとでこういった写真が、えー、こんなねレンズであったり、まあ、10万円ちょっとのモデルで撮れるんだけどどうですかっていったところを、まあ、お伝えできたらなと思います。私自身がですね、まあ、動物ですね、この200から5 0 0ミリのこんなねレンズを使ってよく撮ってます。これでね野鳥とか動物よく撮ってます。まあ、やっぱね、望遠レンズの方が動物にねストレス与えなくあの撮れるのでこういったレンズを使ってます。で今度はは風景ですねねこれはの、ね D750 のキットレンズですね。で、この広角域なんかでよく風景を撮ったりします。で、旅行なんかの時はね、これ1本持っていくだけで、いろんな焦点距離で撮れるので、まあ、このね、レンズで撮った写真であったり、あとはですね、人物の写真ですね。この 50mm1.8 が今ついてますね。この1.8のレンズなんかで撮っている、えー 写真なんかも一緒に紹介していこうかなと思います。で、まあ、得意不得意なところっていうのはどうしてもね、カメラってあるので、まあ、そういったところもね、正直、あの、伝えていこうかなと思います。まあ、オチを言っちゃうと、ライブビューは弱い。 でも他は強い。まあそこそこ全部外揃っているっていう風な印象ですね。で、あとはコスト意識の話ですよね。やっぱり今 D780 が22万から27万ぐらいで売っていて D750 がですね、中古だったら10万切るぐらいなんですよね。この10万の差をレンズに回すのか、それとも貯金に回すのか、アクセサリー系に回すのか、そういったところをまあお話ししていこうかなと。あとですね、d 百五十っていったものも結構この d 百五十とか d 百八十のライバルとして検討されるんですよね。 なので D850 の方もですね簡単に比較としてお話していきたいかなと最後に D750 をまあおすすめする方まあ人物像ですねこの辺お話ししていこうかなと思いますもう冒頭から熱量すごいでしょう5年間使ってるカメラなんでねやっぱ伝えたいこといっぱいあるんで今回ねこういう熱量を込めていつもよりテンション高めでいっていこうかなと思いますこのチャンネルではですね撮影技術ビジネスライフシフトについて主に配信しております初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします チャンネル登録よろしししくお願いいたしますそして、えーそうですね、チャンネル登録もそうなんですけども、えー、こういった形で機材に関するお話であったりカメラニュースあとはですねそうだな初心者様がですねカメラ始めた時に必要となる情報をですね再生リストにまとめておりますのでこの動画見終わった後にですね一緒に見てもらえたらなと思いますでは今回も「ジマチューブ」いってみましょう改めましてジマです 今回の動画ですね。D750、まあ特徴をお伝えしていこうかなと思います。D750 のですね、まあ魅力を伝える回だと思ってください。なので、私ソニーやから今回の話いいですわとか、キャノンやからどうでもいいですわとか、D780 買ったからどうでもいいですわとか、Z6 持ってるからどうでもいいですわっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、今回はね、D750 を購入検討されている方のためにですね、私が熱を持ってお話していこうかなと思います。まずですね、この D750 の特徴、マ、まあ、フルサイズ一眼レフカメラ ですよねまあ、フルサイズって何なんだってところなんですけども別のね動画で APS-C とかフルサイズの話をしてるんですけどもこのねカメラの中のまあセンサーサイズですねこのミラーがね 上がっったた奥にあるセンサーの大きさだと思ってもらえたらえいいですでフルサイズはですねやっぱり人気なモデルになるので結構ね、まああのー、必然的に高くなっちゃうんですよね APS なんかに比べるとただ、そういったフルサイズの一眼レフも、まあ、5年前のモデルになっているので現状ですね、まあ、10万円前後と価格が安くなっていますで発売時期はです、ね、22万前後だったかなと思いますで私はこの、ね、2420のレンズキットと買ったので、まあ、27万円。 おしその時までは7 d 7 1 0 0 a p s c の方を使ってたのでいろんな、ね、システム全体的に乗り換えたのでトータルで30万ぐらい払ったかなっていうのを、まあ、5年前ぐらい、えー、2か月分の給料を使って買ったのを今でも覚えていますその時は結構勇気だったんですけど今となってはですね、まあ、5年間で、ね、30万なんで1年間だったら、ね、6万円のは、まあ、費用として、まあ、12か月で割っていくとって考えると、まあ、そこまで悪い。 買いいい物ではななかかったかなという,ふうに思いますねで必要な性能ですね一通り揃ってると思いますで不満も出てくるんですよただですねあの技量でカバーできる範囲だと思いますなので正直私が5年間使い続けてしまったというオチになるんですよね結構その間にいろいろ言惑あかったんですよ D850 が出たりとかねえっ、ー、とあとはそうだなアルファ7-3がねどんどんみんなが周りの人が使っていてどんどん魅力いいないいなって思うようになったとかあとはちょっと重たいっていうと 気も感じる時があったのでそういう時はねアルファ6400みたいなねカメラがいいなとかで Z50 出た時はねああもうあ,あいう小型カメラに移ろうかなとかそうですねあとは Z6 出た時にいやニコンなんかいろいろあるけどやっぱミラーレスに行きたいなとかいろんなね誘惑あったんですけども結局ねこの子を を今でもねあの相棒ととしてて使いい続けていると思いますそれはやっぱりね、まあ必要なその性能がですね、一通り揃っているのと不安も出てくるんですけども、まあ技量でカバーできる範囲であると、あとですね、まあこういったいろんなことを考えるんですよね。あのカメラだったら簡単に撮れるけど、このカメラでこの写真をどう撮るかっていう。 そういった考える場面が多いっていうのはカメラマンを育てるカメラっていった風に感じてもらったらいいと思います。なのでこういったカメラで鍛えた後にですねいいカメラを持つと撮影が正直余裕になります。で他のね構図とか光とかね表情とかねコミュニケーションとかそういったところに神経を使えるのでより一層いい写真作品を残せるようになるのでこういったねちょっと古めの一眼レフカメラで鍛えるっていうのはとてもいいことだと思います。 あとはですね、まあ、重量、サイズですね。携帯性が高いフルサイズになるんですよ。フルサイズってね、結構ね、800とかね、1キロとかぐらいまでの重さがあるんですよ。ただこの子はね、バッテリー入れても800ちになります。で、バッテリー入れたらね、750ぐらいになるので、かなりですね、フルサイズの一眼レフの中にしては軽いモデルになります。なので、フルサイズの一眼レフ使ってるんだけども、まあね、こういう手回りが結構ね、 気軽に動かせて撮影中もそこまでストレスなく使えるっていうのは本当にいいポイントだと思います。あとは操作性とグリップ感ですよね。実際ねあの気になる方は量販店で持ってみてください。すっごくしっくりくると思います、ね。で、操作性もね D780 を知ったから正直ああ、そうだよねここのボタン周りはこっちの方がいいよねって思うようになってしまったんですけども正直 D780 が出るまではそんなにあの不満なかったんですよ。ただ D780 がまあ、ね、この右上のあたりとか左下のあたりといったところがあとはまあ親指男方 もついてたんでねそういったところがいいなっていうふうには思うんですけども特別ねあの d 7 0 0と比較しなかったらこのねボタン操作回りっていうのは気にならないと思いますあとはですねそうですねあのー、このえボタン周りもそうなんですけどもグリップ感っていったところはとても大事です私がですねやっぱりカメラ持った時に、ね、小指が余るかどうかとかこのね 掘りが深いかどうかね、このグッと持てるかどうかっていうのは結構大事だと思っています。なので、この辺もね、実物いろんなカメラ持ってみてもらった方がいいかなと思います。しっかり来るカメラでね、えー、いろんなところの撮影出かけたくなるカメラっていうのを持つのが一番いいかなと思いますね。あとは好感度に強いです。まあ今になって言っちゃえば正直 XPEED の4なので、このこの画像処理エンジンがね、XPEED の4っていう世代なんですよ。なので、今となっては正直、 高感度そんなに強いかって言われると、まあ普通になったんですけど、当時はね、えー、結構強かったんです。ISO1000 とか1600とか2000ぐらいに上げても結構ね、そこまでザラつきがなく綺麗に撮れるモデルでした。ただ今はね、もうあの、XP の6とかニコンもどんどんセンサーいいものができていってるので、画像処理エンジンの世代が上がると正直1200とかね、あの辺まで ISO 上げても気にならないモデルっていうのがたくさん出ています。なのでそういう子たちに比べてしまうとちょっと弱いんですけども、まあ比較的ね、他のフルサイズとかに比べると一般的には まあどちらかというと ISO のまあざらつきには強いという風に評価されていたモデルですただ私自身が D のこの750で ISO どこまで上げるっていうとまあ1000ぐらいまでかなって思ってますだいたいいくら高くても800ぐらいで止めていますねいつもやっぱあの可能な限り画像はですね鮮明にざらつきは少なく撮りたいので好感度に強いんですけどもまあねその点はちょっとねあの課題評価しないようにはしてもらったらいいかなと思います 思いますで最近ねこの辺大事ででですすすよよねねねダブルスロットですよ、ね、ここ、ね、今 sd 2枚入ってますで最近のモデルはね XQD カードが1枚であったりまあねそういった SD カードが1枚であったりっていったところがあるのでやっぱりねあの大切なデータ SD カードとか x、Q、d カードを信じていないってわけではないんですけどもやっぱ物理的に1枚っていうよりかは2枚でねコピーできているっていうのは 安全ですよねもし SD をなくしてしまったとか SD が破損して書けなかったっていった時に、まあ、もう一枚あるとねそちらでどうにかあのデータのねあの助けるっていうことができるのでデータはねあのとても大事ですその瞬間その時間その季節その人とその場所でっていったところの写真をもう一回撮れって言われたらやっぱ私たちは時の流れとともに1秒1秒,1秒ごとに吹けていってるんですよねまあ育っていってるとも言うんやけどそういった形でまあ一瞬っていったものは その時しかないので、その時を残せないっていうディスクはとても高いと思います。なんで私はもうですね、あの人物特技を取るときはですね、特にダブルスロットっていうものは大事にしておりますね。まあ、SD カードなんで信憑性どうなんていうところあるんですけども、まあ、2枚、物理的にある方がやっぱり安心かなというふうには思いますね。で、対応レンズがですね、まあ、多くて安いものも多いです。F マウントですね、あのピンキリでいいレンズ揃ってます。F マウントってね、ここのマウントのことなんですよ。これね、カ,カチャカチャ言うてる、この部分。 この部分が F マウントになります。Z マウントっていう形で、Z6 とか Z7 とか Z50 とかね、ああいったあのフルサイズミラーレス、まあ、Z50 は違うんやけど、えー、ミラーレスタイプのニコンのね、子たちは Z50 で、ここがね、55mm でちょっと大きいんですよ。で、この子はね、F マウントね、ちょっとちっちゃいんです。ただ、レンズのバリエーションっていったものは、F マウントのレンズって今まで何百、あの、何十年と、え、蓄えられてきているので、ラインナップが豊富なんですよね。なので、まあ、オールレンズ含めてですね、まあ、F マウントのピンキリで、 いいレンズっていったものがいっぱい揃ってるっていうのはですねこの F マウントのカメラを選ぶ一つの魅力だと思いますで、次はねデメリットいきますねライブビューのオートフォーカス弱いですねやっぱりここは正直私も5年間使い続けて思ってましたただ当時はですねそこまでライブビューの撮影っていったものがいいカメラって思 あまりなかっただ現状となってはですねもうあのー、アルファのね6400であったりあのー、アルファのね73であったりニコンもねもう X ビードの6に変わって、えー、Z6 なんかがねすごくいいモデルになってるんですけどもこういう形でねやっぱこのねオートフォーカスを合わせるのがかなり弱いです本当にまあね 撮れないことはないです。私もこのライブビューを使っていろんな撮影をしています。やっぱ寝転がって低いローアングルで撮るときにファインダー覗いて撮るのもいいんですけども、やっぱそういうのがね、あのー、よろしくない場面もあると思いますので、そういうときはね、こういったチルト液晶で画面を起き上がらせて撮影します。ただそういうときに、えー、フォーカスが迷うときがありますね。あとはもうローアングルギリギリで撮るときに地面半分を入れるような構造を作るときにコントラストオートフォーカスで検出しているので、やっぱりね、フォーカスが迷ってたところは多いので、こういったね、えー、ライブビューのところのオートフォーカスが弱いのは 正直うん。 デメリットの一つだと思います。ボタン位置ですね。D780 が出てから気になるようになりました。それまでは気になってなかったです。まあ、本音を言っちゃうと ISO ここかとか、ホワイトバランスここかとか、なんかちょっとね、ちょっとこう右左がごちゃごちゃするっていう、まあ、慣れるまでは結構ごちゃごちゃしてたんですけど、D780 は本当ね、右手だけでほぼほぼが進むような形になっているので、ボタン配置っていったものは、今となってはまあデメリット、まあ、使いにくい面の一つになっているかなと思います。で、シャッタースピードが4000までですね。まあ、ハイスピードシンクロみたいなところですね。大きく 晴れたた世界の中ででで、えー、ストロボ焚いて撮る時とかすすねねそういった時にです、ね、やっにやぱりハイスピードシンクロっていうものは使いたくなるんですよねでシャッタースピードが4000だとちょっと心もとないです8000ぐらいまで出せたらいいなって言ったところがあるので他社メーカーさんもそうですし D780 はねここを8000まで出せるようにあの克服してきましたので、まあ、今となっては4000までのシャッタースピードっていうのはちょっとまあデメリットとか弱い点になりますね、まあ、ND フィルターなんかをね使ってもらえたらいいかなと思いますでおびオーートフォーカス はないですこの時代はそうだなキャノンさんが親指オートフォーカスがあって便利だなと思ってたんですけどニコンはそんなになかったですね D500 ぐらいから親指オートフォーカスが出てきていいなーっていうふうに思ってたんですけどもこの親指オートフォーカスがないのはちょっとキャノンさんとかで使い慣れてる方は不便かもしれませんなのでまあ半押しなんかでね撮ってもらうとか、まあ、この辺にカスタムでね親指オートフォーカス当ててもらうっていうような撮影の仕方をしてもらえたらなと思いますで動画が弱いですね、まあ、撮れるんですよ撮れるんですけども、まあ、別のミラーレスとかで撮る方がいいかな と思いますこのね、えー、ライブビューのところで動画の 方に切り替えるるボタンがあるのでこの、ね、動画の方を切り替えてもらってこのままね、動画は撮れるんですけども、あの動画がやっぱり弱いですね。撮っててもあのすぐ、うんうん、ピントどっか行っちゃいますし、まあ、その辺ね、あんまり適しているというふうに感じないですね。なので、この辺があの弱みかなと思います。逆に言うと、えー、まあシャッタースピードのとこはそうなんですけども、まあ、ISO とかも含めて、撮影、チルトの写真を撮るに対して、そこまでメリデメリットっていったものはないです。どちらかというと、ライブビューとかね、 えー、動画って言ったところがまだ時代が追いついていなかったっていう印象になりますね。次に D750 の、まあ、スペックのところ、まあ、ざっくりね、えー、まあ、ほぼ5年前、6年前になるんですけども、まあね、えー、お話ししていこうかなと。 思います。発売日2014年の9月25ですね。もう5年ちょっと前になりますね。で、現在価格はまあ中古で10万円、新品で15万円ぐらい。で、画像処理エンジンはですね、XPED の4、今が XPED の6までいってるので、2世代前ですね。オートフォーカスが、ファインダー時はですね、位相差オートフォーカス、ライブビューはコントラストオートフォーカス。で、即拠点は51点、連六6.5コマ、有効画素数2432万画素、シャッタースピードは4000まで、モニターは3.21の122.9万ドット。で、動画の方 はフル HD の 60p が取れますとでダブルスロット対応で、えー、大きさは、ね、140×113×78mm なのでやっぱりねあの一眼レフとしては、まあ、小型だと思いますミラーあのフルサイズの部類にするとで質量は、ねまあ、840g オートフォーカスのボタンはなしでマルチパワーバッテリーパックはありますというものになりますね。 で次にですね、780ですね。この子がまあ5年ぶりにリニューアルして、私のね、動画でも、他でもたくさん取り上げているんですけども、この D780 の方の特徴をお話ししていこうかなと。 思います、えー、画像処理エンジンですね、Z6 なんかの、まあ、ミニコンのですねフルサイズミラーレスなんかで使われている画像処理エンジンと同じですね、XPED e の6を採用しております。で、好感度にさらに強くなっていて、増面異操作オートフォーカスでですね、ライブビューでの撮影が大幅に強化されています。まあ、ハイブリッドオートフォーカスといったところですね、この d 7 50の方はコントラストオートフォーカスになったんですけども、まあ、増面異操作が入ったことでですね、かなりライブビューの方が、えー、強くなっているという印象ですね。なのので本当にこのライブビュー のところが強くなっているだけで、も買いいいえるる価値はかななりあるもので出るだったなという,ふうに思いますでライブビュー撮影時ですね、瞳オートフォーカスであったり、サイレント撮影といったものが可能になっています。本当、この辺ミラーレスの強みを取っていますよね。で、シャッタースピードが8000まで増えています。で、操作性がですね、ブラッシュアップされて、ま、さらに使いやすいといったところ。で、D750 のですね、ま、あ今まで惜しかったなーってところを、まあ、確実に強化していっている。まあ、安定のモデルかなというふうに感じていますね。で、Z6 のいいところを取り入れて、まあ、ハイプリットな一眼レフ、ミラーレスの良さと、 一眼レフのの良さっっていたたものを、まあ、合わせたようなな印象になります、ね、で D780 D750 って共通してる点多いんですよやっぱりねあの同じラインナップの700番台になるんで、ねまあ、共通点としてはフルサイズの一眼レフであったり、まあ、メーカーがですね頑丈で耐久力が、えー、定評があるですねニコンさんで色がですねやっぱりニコンさんっぽい、えー、ナチュラルな表現どちらかというと、えー、キャノンさんとかソニーさんみたいな派手な色というよりかは、えー、映したまんま見たまんまの色っていったものの特徴がありますね,なので風景とかね動物に向いていてるカメ かなかと思いますで必要な性能ですね、ほぼ揃っていると思います。で、重量サイズがフルサイズにしては小型なモデル。で、操作性であったり、まあ、グリップ感といったものは抜群ですよと。で、高感度に比較的強くて、防塵防的仕様。どちらもですね、デュアルスロットで、ローパスフィルターはね、ありなんですよね。ここなしやったらよかったなと思うんですけど、まあ、ローパスありになりますね。で、F マウントの対応レンズが多くて安いといったところは、えー、かなりですね、魅力あるポイントだと思います。 D780 のですね、ざっくりと使用、えー、把握していこうかなと思います、えー。発売日ですね、2020年の1月24日。約1ヶ月前です。この今動画撮ってるね。で、現在価格はまあ22万から28万ぐらいで推移していると。で、XPEED の6が画像処理エンジンとして搭載されていて、オートフォーカスは、えー、ファインダー時はですね、イソーオートフォーカス、ライブビューの時はハイブリッドオートフォーカスで、コントラストオートフォーカスと、増面操作オートフォーカスが付いていると。で、水平、垂直のね、約90%をカバーで、オートフォーカスポイントは273点。なので、やっぱりこの辺はミラーレスの強み。 って言ったものを引き継いでいるかなと。即拠点五十一で連写がね、ちょっとだけ増えました。七コマになってます。で、瞳音フォーカスあります。ライブビューの静止画撮影時のみになるんですけども。これね、やっぱあるのはいいと思います。まあ、ソニーさんのね、ええー、瞳音フォーカスに比べると、ちょっと劣ってしまうとは思うんですが。まあね、十分撮影には使えるものになります。有効画数数二千四百三十二万ガスシャッタースピードは八千までですね。で、モニター三点二一で二百三十六万ドット。なので、まあ、綺麗になってますよね。で、動画は四 k に、あの、強くなっていますね。動画時のアクティブディライティングはありになります。 でダブルスロットがありで、サイズはですね 143.5×115×76 なので、ちょっとね、一回り大きくなってるかなという形ですね。で、質量はですね、840g で、オートフォーカスの、親指オートフォーカスですね、このボタンはありになります。で、マルチパワーバッテリーパックがね、なぜか知らないけど、ないんですよね。なんかね、バッテリーのね、向きが若干斜めっていうのが気になってるんですけど、うん、ないようです。これね、あった方が良かったんじゃないのかなとは思いますね。まあ、後々寝るのかなと思いますね。 次に比較対象となる D850 ですね。D750 がまあ10万円で安く買えるっていうのはありなんですけど、D780 が今度22万円出すって言った時に、 D850 ですね。ワンランク上の800番台のこの850が27万円前後であるんですよ。価格差が正直5万円ぐらいになってきた時に、1個上の800番台に手を伸ばすっていうのも十分候補として上がると思いますので、このね、D850 もお話ししていこうかなと思います。D850 なんですけども、ざっくり把握していきますね。発売日ですね、ニコンさんの、えー、創立ですね、100周年となる2017年の9月に、えー、登場しました。現在価格は27万円前後、初値はね、35万円ぐらいでした。画像処理エンジンは XP の5。なので D が X、D750 が XP スピードの4で、D780 が x ピードの6、D850 が x ピードの5になります。で、利面照射型の FX フォーマーとシモスセンサー搭載、フォーカスポイント153点っていうところね。で、連射は7コマで、縦位置グリップで9コマになります。有効画素数は4575万画素、ISO は64からスタートになっています。シャッタースピードは8000、で、モニター3.2の236万度と動画は 4K、ダブルスロットはありで、146×124×78.5 のサイズ。 になります質量は 915g なので結構重めですねそこにまあレンズがつくので大体1 5キロぐらいになっちゃうかなという形ですね親指オートフォーカス対応しておりまして D5 譲りのです、ね、高速オートフォーカスと、まあ、強力な、ね、連射性能っていったものを捉えておりますでこちらはですねローパスフィルターレスになりますので700番台はね、あのー、ローパスフィルターついてたんですけどこの子はなしのモデルになりますね なので、次にですね、コスパの面からどういう風に判断されるかっていったところです。ざっくりですね、価格帯行くと D750 が中古で10万円前後なんですよ。で、新品で15万円前後であるんですね。で、私が買った時は25万ぐらいだったかな。で、D780 が今22万円前後で推移しています。で、D850 が27万円前後で推移しています。D780 と750は12万円の差ですよね。で、780と850は5万円の ですよね。で、750八850はですね、12万円ぐらい、えー、差が出てくるんですよね。この差をどう見るか。 です。ここにボディに投資をするのかえ、この12万でレンズ1本2本買うのか。まあ、大三業だったらちょっと届かないんですけども、そこそこのね、普通のマウントのレンズだったら買えるので、こういったところをどう見るかっていったところですね。で、D780 や D850 の特徴、先ほどですね、私が D780 や D850 の特徴っていったものをお話しさせていただいたんですけども、この点にですね、ときめかない方はですね、D750 で十分いいと思います。で、D750 をですね、選んだ場合は、まあ、浮いたし レンズに使ってもらったり、5年前のモデルなんでね、乗り換えっていったところで、まあ、めはこの子から練習してもらって、2年後、3年後にね、下取り出して乗り換えてもらったのもありだと思います。なので、まあ、正直私としては、新品の D750 を買うよりかは、状態のいい、まあ、中古でいいんじゃないのかなというふうに感じております。で、この子である程度、一眼レフのね、フルサイズっていったものを楽しんでもらって、次の世代に移るときに、まあ、新品の一眼レフであったり、ミラーレスのフルサイズっていったものをご購入いただけたらなと思います。 なのでもしね、D750 から D780 に買い替えた方がいらっしゃいましたら、ぜひね、コメントをいただけたらと思います。私もですね、この D750 から780に乗り換えたいなぁと思いつつ、まあ、お金の問題で悩んでるところもありますし、α の73なんかもやっぱり頭の片隅にいます。Z6 もね、この,すの片隅にいるので、ただね、やっぱりこういったね、あのいろんな撮影をしてきた D750 とね、こういったレンズたちとの、あのー、 思い出もありますので、ソニーに乗り換えるのもちょっとね、引っかかってるなってところがあるので、今悩ましいところです。なので、750から780に乗り換えた方がもしね、この動画、今見てくださってる場合はですね、ぜひコメントの方に、780A で、ライブビューめっちゃ簡単に撮れんで、増面操作最高やで、瞳オトフォーカスめっちゃ使えんで、それ以外にもいろんなところがね、780強化されてるです。暗所での撮影でも全然ピント合うで、だうかそういうね、あの、 うん、いい情報ください。多分私、それ見て、羨ましいなって思いながらハートマーク押すと思います。今回ですね、まとめていきます。ロングセラー、まあ私のですね、相棒、D750 の特徴であったり、約5年ぶりの強化、えー、ハイブリッドですね、えー、D780 の特徴、あとは D750 のですね、購入を、えー、検討されている方への情報であったり、えー、5年使っている私の意見、で動物、風景、人物、えー、作例ですね、こういったものを載せていきました。で、得意ですね、不得意なところってあると思います。で、そういったところをまあ紹介させていただきました。で、コスト意識の話、 話もしましたし D850 との比較あとは D750 をですねまあ、おすすめする人物像ですねやっぱりフルサイズのまあ、一眼レフっていったものをですねまあ、安価で練習感を含めて始めたいって方にとてもおすすめなモデルになるかなと思いますいかがだったでしょうか今回はですね D750 私がですね5年間使い続けてきた相棒をちょっと作例をね踏まえながらご紹介させていただきましたでこのカメラがね ま、10万円ちょっとで手に入るんだったらいいんじゃないって思う方がですね、いらっしゃいましたらぜひね、ご購入検討していただければいいかなと思います。私がですね、D7100 とかね、あの7000万台使ってる時も十分いいカメラだったんですけども、やっぱりね、フルサイズに移行したら APSC 戻れない。 うん、やっぱり APS-C の良さがあるので撮影の環境、えー、身軽に小さいカメラで行きたいって時はね、APS-C のカメラを持っていくんですけども、やっぱりちゃんとした撮影に行くって時はね、もう迷わずこのフルサイズの一眼レフまあ750を持っていくっていうのはありますので、やっぱりね、フルサイズの世界っていいですよ。あの、ぜひね、この、こういった安いモデルから楽しんでもらって、ちょっとでかいわとか、そこまでいらんわって方は、まあ一度こちら購入されて、まあもう一回ね、下取り出してもらって、いいモデルの APS-C のカメラをご 購入いいたただけたらなと思います、まあ、こんな形でですねこのチャンネルでは撮影技術とかビジネスとかライフシフトについて主に配信しております、ね、カメラ機材に関することとかカメラニュースあとはですね初心者様がですねカメラ始めた時に必要となる情報なんかを再生リストまとめておりますのでこの動画見終わった後にですね一緒に見ていってもらえるととてもとても嬉しく思いますで今回の動画良かったよって方はですねぜひ高評価グッドボタン押してください高評価ボタン押していただけますとですね私がこうやって結構今日あの27分ぐらい喋ってるんですけどもこう早口で喋ってるんで、まあ 頑張ってよかったなっていう風にちょっと安心できるので、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。なのチャンネル登録と、まあ、高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今日は、うん、これぐらいで十分話せたかな。まだね、もっと語りたい時があるので、まだ話せるなーっと思ったら、また別の動画で D750 の魅力、語ろうと思います。D750 の、ね、魅力もっと欲しい方、ぜひ言ってください。もう一本別の動画撮ろうかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょうまたね